はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で一行です。シティーズスカイライン、始めていきましょう。コーラル新都市コーラルジェム編第2回です。前回は基本的に高速道路から街の第一歩を踏み出しましたが、こんな感じですね。まだまだ、これ、1エリア目ですが、まだまだ行けますね。結局、あれですね。5番の目しか勝たんっていう感じはありますよね。ただよく見てみるとまだあんまり住宅が建ってないんで、とここは無理、高速道路を通さないといけないから、住宅を敷けないっていう問題点はありますね。需要を見ながらちょっと作っていきましょう。チャット欄ご覧ください。Twitch のアカウント、それから YouTube のアカウント、旧 TwitterX のアカウント持っております。それぞれチャンネル登録、アカウントフォロー、いいねなどしていただければ嬉しく思います。よろしくお願いします。まずは、水、基本だな。地面に座らせないといけません。まあ基本的にそんなにいらないですよね。まあただそろそろ住宅地がでかくなりすぎてるんで、この辺なんとか考えないといけません。あと小学校も建てないとね。あ、場所が良くないな。小学校移動させよう。そうですね。こういう風な感じで。移動させておきます。あ、こうやると小学校のあたりにスペース出ますね。まあ問題はどうするかですよね、交通。そろそろ、商業区域とか。でかくなっちゃうんで、そうですね、まあ普通に考えたら地下鉄がいいんじゃないかな。地下鉄でもまだダメなんだ。2200人いたしないと交通機関を作れないんだな。
埋め立ても問題ですね。これだんだんと埋め立てが出てきますからね。ここからは基本的に地面に沿わせるのがいいんじゃないかな。感じかな。で、ここは当然のごとく工業地帯にする。一応水作っとく。そうだ、水がどこまで、まずね、処理能力とかを見ないといけません。それはここで見れます。ちょっと上水道がやばくなってますね。もう半分ぐらいなんで、そろそろ新たな上水道の給水塔を建てねばなりません。給水塔は、建てる場所は、あれですね、ポリューション、汚染が少ないところですね。こういう工業地帯だと、汚染がでかくなっちゃうんで、こういうとこに入れると、シーンが病気になっちゃうんで、こういう風に空いた場所に作っとくのがベストです。公園か。公園をどのぐらいの頻度で置くといいんだろうな。これもようわからん。公園置くとまあ都合がいいかな。置いときましょう。こうかな。で、これをこう置いとくと。このぐらいかな。あんまり需要がちょっとまずいな。だんだんと汚水がたまりだしてますね。これが影響するからな。汚染土見てもこういうふうにカラカラ出たものに水は汚水としてどんどん溜まっていきますからね。吸って付きってなんだ。例えばな、
カラン。あ、確定信号がついちゃった。信号別に。いらん。これも元で追加できてます。25度ってなんだ？これが25キロなんだ。速度が速くなったら、あれですからね。25キロしか出せないんだ。さすがにちょっとこれはまずい。1000円でいいんじゃないかなって思うな。なんで勝手に制限ついてんだ。あ、マイルか、これ。まあ、無制限でいいので。これってお金かからないような基本。レーンごとにも最高速度編集できんだ。いいですね。つまり、例えばこっちだけ20マイルすることができるんだ。あ、道路タイプごとデフォルトっていうのもあるんだ。うん。しばらくはこれでいいんじゃないかな。
かカメラ UI ですよね。角度か。距離はこんな感じで、傾きも、これ、口悪い。全然距離に対応してない。この辺は分からんから、まあいいや。なんだろう、あ、車が来てるのか。これなんだ、バスじゃないよな。アイスクリーム屋のある大きな広場だ。維持費が24か。もうちょっと欲しいよね。そんなにないんだよな。今2000人ぐらいしかおらん。良くないですねっていう感じやな。
どうしてもやっぱり厳しくなりますよね。水はあるよね。今 40% か、使用率が。水はまあまあ大丈夫、まだ大丈夫。でも人口がなかなか増えないから、そこら辺で悩みは尽きないよね。あ、よかった。これで、あ、交通機関がついに開放されましたね。その一方で条例があって、工業特化なんかもある。フェリーも作れます。フェリーか。フェリーってこれ水のあれなんですよね。ただフェリーは多分使わないだろうな。あんまり下水フェリーとかだったら作るけどな。でも一応デフォルト設定になってんだ。とりあえずこれはまあしばらくはここでいいや。作れるのは作れるんだよ。作れるのは作れるんだけど、ここを作らないとダメだな。そろそろここはなるべく傾斜が急すぎるとか言われてる。そうなんだよな。でもなるべく真ん中作りたいとこだ。とりあえずこれ作っとけばいいな。あと大規模なっていうのもあります。大学はまだ開放されてないのか。で、交通機関ですね。これどうしよう。バスと路面電車が現行で開放されてんのか。あと、フェリーだけ？フェリーだけですね。あと、水路も。作れるようになりました。あ、そうだ。今度は電気が足りないんだ。え、なんで？なんで電気足りないんだ？ストップ。当然、石炭発電所を建てましょう。
オッケーですね、いい感じだ、あのとこ。なんかここも住宅作れるやん。ちょっと反則気味だけど。料金所を作れると、でも料金所いらんよな、今んとこ普通に。どうやって回転させるんだっけ？こうか。占有されてるから結構シビアなんだよな。シビアだし、よく見ればこれもうちょっと距離が欲しいっていうとこだよな。ここだと占用されていますって出てるから、ここがダメだな。ここが、料金所を作るには、ダメで、先に、料金所を作っといて、料金所、なんか、占用されてるってあるし、ダメなんだよな。占有されてる言われてるから、距離がダメなのか。結構距離が求められるんですよね。ここが辛い。例えば、この これ確かに料金取ることはできるんだけどな。で、入場料は最高に取っとくとかな。処理、医療サービスもいるんだ、これから。
か。間違えた。こんな感じですよね。ただね、これ絶対無理だろう。収入収入ってこれ、あ、これ支出だろ。道路の収入、これか。通行料収入が86で、絶対黒にはならないんだよな。まあ、100ドルを稼いだ。支出がな、週一方で120ドルいるから、渋滞するほど車が来ないと何にもならないんだよな。ここら辺はそれに車が来なくなる危険性もあるわな。だからまあ早く地下鉄って6500人いるんだな。株も作れないし、まだまだやな。かといってバス走らせるっていうのも違う気はするし。まあでもひとまずはバス走らせないとしゃあないか。普通だからか。しゃあないな。で、墓地を作らないとあかん。まあ、墓地と。道路を作っとこう。
まだまだなんだろうな。49%。ぼっちはこれからだよな。病院も作らないとダメだよな。診療所、ちなみに病院、通常の病院は4400人来ないと開放されない。火葬所が1万5000人だな。これをいつ早く作れるかどうかだよな。で、一応診療所も作っといて、高温度上げておこう。このバスの概要を見てみよう。車両もいろいろ選べるんですよね。まあこういうふうに名前を入れる。小文字キール、車両数は6両か、はあ、まあ基本的には昼間だけで良い。まあ乗ってますよね。確かこれ路線で乗ってる客とか待ち人数を見ることができるんだ。結構待ってますね、やっぱりね。待ってるよな。この市民を削除する。お前を消す方法ですね。わっ。わ、人殺しやん。新しく高齢者福祉施設。高齢者に与えるあれはないってわけですね。高齢者を要する小さな健康施設である。寿命を伸ばします。微妙だな。そんなに寿命を伸ばしたいとは思わないな。子供はいいんだけどな。普通に病院で代行すればいいやんっていう考えになりますね。病院だったら汎用的だし。あ、やばい。また。路面電車ね。路面電車別にまだいいか。工業需要がなくなっちゃってんな。大規模高等学校。賑やかな地区に最適です。これ大規模と組み合わせたいとこですね。大学はまだアンロックされてないからな。まあ、普通に順調にやりましょう。ここにインターがあるんで、こっからもう取り込んでもいいかもしれないですね、将来的には。まあここまでだな。あんまり工業地帯をトラックを伸ばすことは好ましくないんで、限度を決めないとダメだな。
ここまでぐらいにし、あ、違う、間違えた。ここまでぐらいにしといて、分かってる。これでなくする方法もあったよな。これを縦をどうやって整備するかですね。このポイントは。ちょっと狭めてもいい。で、普通の道路として、もちろんいつ作ってもいいですけどね。警告が出なくする方法ってなかったっけ？オプションで、ムーブイットとかすごい便利、ファインドイットとか、便利ですね。これカメラのやつ。これあれですね、なんか地理院地図から、日本の地形を取れるやつっていうのがあるらしくて、これも結構便利に、いずれはやりたいなと思ってます。これなんだ、アドバンスのピークドオプションってなんだ。容量の変更法、まあ、オンにはするけどっていう感じやな。ねえ、描写処理の話。これはあくまで支援。結構いろんな、ムーブイットっていろんなことができる便利なものを入れることをお勧めしますが、そういえば昼夜をサイクルしてなかったわ。摂氏だし、なんだっけ、ピーマップの、その他で、
だっけ、いや、これか、これだと思う、この迷う、これかな、まあいいや、なんか色合いが変わった、急に。え、なになになに、これびっくり、え、なんで急に何が起こったんだ、ボード標識のテーマなんかあるんだ、2% ぐらいかな。いや、これはいいわ。これはいらん。これが意味がわからん。交差点内の U ターンを許可するとやばいな。歩行者1000円とかあるんだ。え、なんだっけ、グラフィックだっけ、あ、色調フィルターなんてあるんだ。あれ、なんかおかしくない？チャーはオフにしたよな。え、どこか変わったんだ、表示が。ここは いじる前になんか起こったよな。それで表示が変わるわけじゃないだろうし、ゲームプレイで昼夜サイクルをやる、感度の感度を変えた、開かんをやめた、火災炎症をオフにするを切った、天候の変化わからない、からわからん、これ昼間夜間で色が変わってんのかな、
クがなかなか来ないですね。あ、動き出した。どこに向かってんだ。足すごい長いな、モデルかよというぐらい足が長い。あ、これ端に行くと切れちゃうんだ。あ、なんか霊柩車がいますね。霊柩車も消せるんだ。お前を消す方法ですね。あれ？これ霊柩車消したら墓地に行くことはなくなるんじゃないの？反則だけど。この辺じゃなかったっけ、墓地って。墓地は違う。これ左に行って、あ、これ一方通行じゃないんだ。今ゴミ収集車が、今ここだ、ここだ。そうだ。そうですね。ここ、バスの車庫があります。これダメだ。これバス停の名前とかつけられないのかな。あ、ダメだな。ここでバス停の名前がつけられるわけじゃないんだ。あ、バス路線だったらどうなんだろう。バスの設定ができないんだな。あ、ダメなんだな。簡単によって表示が変わってくるってことか。人口があんまり増えないんで、あんまり増えなくなさすぎると、どういう感じ？ここにあったんだ。怖っ怖っ怖っ。まあそんな、はい、範囲度だろうな。ここは一つしかないんだよね、今。でも、定員を超えてるわけじゃないから。今のところ、学校を増やす必要ってないんだよな。夜になりましたね。あ、やっぱり、そういうことか。じゃあ、まあ、ビルドの時は、昼夜サイクルやめといた方がいいかもな。
か色合い変わっちゃったけどな。とにかく早いことどんどんやった方がいい。あ、でも結構やっぱりね、人が足りなくなってくるよな。そう考えると早く人口を増やして、地下鉄を増やしたいよな。いや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 、あれはしない。あれどうだっけ ?141 だろ。ああ。88しか収入がないんだ。だから、料金所作っても、それにしゃあないんだよな。今はちょっと無料で通そう。これ、すれば維持費はゼロですからね。維持費の方が高くついて赤字になっちゃってる状態です。一応、あれですね。徐行状態が発生するけど、問題ないですからね。あとは高速道路の接続か。ここもあれ作れば、歩行者エリアっていうのを作れるんですよね。3種類の中から色は選べる。
大体トラックが出ていく感じですよね。だからまああれですね、あんまりこれ作っても旨味はないよね。あと高速のジャンクションをいつ作るかですよね。あの頻度でジャンクションっていうかを作ればいいかっていうのも考えどころだろうな。いけるが、工場地帯が壊れちゃう。として、なんか多くの経路はこれ何？なんかこっちからここを通って、あ、これ住宅の経路ってことか。でも工場地帯ってこれ赤。なんだろう。商業かな。ここさえ早ければまあいいわけだからな。
渋滞したらちょっと考えるけど、今はここはまだ考えなくても大丈夫だろうな。どうしよう、まあ、ここまではいるよね。ここまではこういると思うけど、ここから先はもういらんよな。70% か。やいよな。ゴミが、なんか届くスピードっていうのが。ね、移動したいが、あれ？移動できないの？なんで？あ、これ無理なんだ。ここ無理なんだ。あ、バカなことしたな。どうしちゃったんだ。あれ？消防署ってあった？ああ、一箇所あるんだ。消防署は。ここに置いとこう。警察だな、そして。警察はこっちか。診療所は、まあ、まだまだ大丈夫。処理医療センター、これじゃ警察はここ一箇所あってもまだ大丈夫だ。
早く地下で作れるようになるといいんだけどな。ちょっと住宅の需要がここで一旦止まったな。しょうがない、しばらくは。通常の公園が、まあ、ちっちゃい公園が8なんだよな。でもちっちゃい遊び場以上になるとなんでか、メリーゴーランドとか維持費が高すぎてコスパが悪い。植物園とかな、周囲の地価が上昇する効果がある。じゃあこの辺に置いとくと、あとユニーク施設だよな。建設して、これ何の効果があるんだろう。何とかがしてる。これ何？円の広場。これやっぱり入り口にこう入れたいよね。ダメだ、これ入らない。
300とかいるもんね。インターマーケットとかもいいと思うんだけど、ね、何普通公園ランドマークでしかないからな。これは、条件ってなんだ？ブロック解除の条件って。もう書いてない。エデンプロジェクトを必要するために必要です。人エレベーターを作るために必要です。核融合、核融合はいるな。核融合はまず、すぐに、作りたいんで、これは作りましょう。いるやつや。これ別に、住宅地である必要がないよね。これで、ここでも OK なんだ。ちょっとね、5つあるから、5ついるからな、まあ。状況によっては5ついる場合もあるってことか。ここはもう作っとこう。
82% か。ちょっとこれバスのルートやけど、こうなってるけど、そんなはずはないよね。まあ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 、そろそろ問題になってくるな、そろそろ。この辺りのゾーンは。水はどうなんだろう。あ、まあまだまだいける。
4だろう、1、2、3、4。いや、これはまだだな。こうでこうだな。で、そろそろ。お金もできてきたし、インターを作る。そのために時間を止める。じゃない、これか。で、高速道路のツアー違う。なんでインターなってんだ。一回閉じて、開いて、これ高速道路だろうな。なんで？こういうことだ。これなんだか湿地帯なんかな。でさらに。こうか、これをつないでいくってことになるよね。で、かつ、高速道路の、あれ？高架にするんだけど、無理か。まだ無理。
なんでまだ無理なんだ。パパさんあげないとダメなの。条件が厳しいな、これ。で、これを感じになるな。で、ここだけこんな感じになって、あれ？なんで回転しないんだ？こうか。高さこれで並んだ。こういうことだろうな。で、で、高速道路なんだけど、こっから先は一般道になるんだよな。
たよなって思って、でさらに、線で押さえている、ダメなのかこれ。だから、こういうこと？
ああそういうことか。で、さらに、こういうことだよな。もうこんな感じかな。2時間か。
こんな感じか。なんかおかしい。ツレが発生してる。
や、これは。あ、でもこれはまずいかな。あ、これで合ってんのか。とりあえずここのエリアはまだつけた方がいいよな。で、ここの、あんまり考えない方がいいと思う。
こういうことだろうな。これで空きがないってなったな。次はここに疲れるってことになるが、体だよな、問題は。水が足りないって言われてる？じゃない、水がつないでない。ついにこれで、防音壁付きがあって、あとグリーン道路とかバス専用高速道路、専用高速の高速道路があったり、放射線道路があって、ついに病院が導入されて、発電所、石油発電所になって、消防本部が導入され、警察本部が導入され、この辺はいいや。フェリー、バス乗り換え場、バスターミナル。ん？このバスターミナルってなんだ？まあ乗り換えができると。あとはドライブインとか、日本のやつだな。アセット、ホテルとかは。五重の塔なんていうのもある。次が、あ、次高密度だ。大規模料金所もある。そして地下鉄は次か。そして焼却センターも次だし。まあ病院が導入できるっていうのは大事やな。ここでは。
で、これ統計なんだが、まあ、ちょっとお年寄りが多い。観光密度はまだですよね。25% か。まあそこまでいらんよな。建設費と維持費が上がる。魅力化。これも気になるな。娯楽的薬物。危ないな。警察予算は 15% 増加。観光客が中程度増加するのか。あんまり、警察って結構かかったんだよな。これは欲しいな。いや、いらん。リサイクルはやめといた方がいい。一棟ってこれ高層も含めての一棟やったら全然ありかもよ。まあ、大企業とかまだあんな。さすがにこれはちょっとありえないんで、これで行ってみよう。で、そろそろ二つ目がいるよね。あれ？なんで？ああ、バレた。これで倍になる。で、3つ目を立てないといけないが、その前にお線路を見ないといけない。お線路的にはみんな問題ないな、この辺に置いとくと。まあ順当に住宅も建ってるし、今んとこ。あと、そう、電力だ。電力はそろそろ足りなくなるんで、新登場の石油発電所を導入しましょう。あれどうしよう。置き換えてもいいかもな。既存のものを。
で、水が足りないんで、どこまで置くかだろうな。こんな感じだろうな。ここはちょっと遠い感じはするしね。ここら辺は迷うよな。まあここまでかな。でこっち側はこうかな。でも、ここは迷うよな。いや、これいらんよな。で、病院も作ればいいんだろうな。病院は、なんだ、あ、火葬場か。火葬場は最終的な、目標なんだけど、ヘリポート備えてるからな。そういう意味では必要ですね。
そうなんだよな。コンポートって何？入り出しては来たら、で、逆に。健康管理については、どっちを撤去するかな、こっちかな。ここがまあ難しいよね、これ。5分もな。ただあんまり遠い、ここら辺って結構遠いから、むしろ
バフ付きがある。そうなんだよな、これ高速道路沿いだからそこでも問題が発生してくるよな。こっちから入ってくる、入り口から入ってくる量がえらい減ってきたような気もする。だから、そんなに、需要としてはいらないんだよな。バス路線そんなに走らせるつもりないからな。あー遠いんだ。そういう問題もあるよな。そうなんだよな。当然のごとく、こうやん。
ち 30% 疲れてないけど、とにかく早くこれは焼却炉に置き換えるべく急いで、言わなきゃいけないんだよな。はい、電力は、まあ、違うわ、間違えた。とにかく今すごい住宅需要が高いからな。ここの面倒さっていうのがあるよな。需要になるから、せっかく省エネだったらもったいないっていうのはあるよな。
そうだよな。まあ次ね、住宅需要がそんなに高くないからな。小学校か。学校、中学、小学校の通学可能がこれで定員が900人。まだまだだな。大学はまだ作れない。公園はここに着くとく必要があるよね。うん、とりあえず1AI できることがもう終わっちゃった感はあるな。2エリア目をどっ
どっちを買うか、向こうが買ってもいいし、でもこっちだろうな普通に。あ、そしてやっぱり鉄道引きたいから、でも基本的には鉄道を引くときってあれやから、なんだこれ、城壁みたいなところがある。あれじゃないのかな、水路通すやつの溝みたい、溝の準備じゃないかな。あ、ここ住宅地にするとこの溝はちょっと邪魔になってくるから、これをそのまま使うかどうかは考えないといけないかな。浄水はまだ大丈夫だから、すっごいなこれ。え、これってまだだっけ、水の、あ、まだだ、下水処理施設はまだだな、いるかどうかってまた別問題だけど、ちなみに汚染度はこうなってます。もうちょっとなんだけどな。まあ、とりあえず。あ、なんか需要が増えてきた。そうなんだよな。めんどくさいんだよね、ここ。
これってなんだ。これは工場か。ならば、まあ、この工場もいらないってことになる。もしここがいらなければ、土壌汚染が問題ないのであれば、ここも住宅地になればいいわけですよね。まあ確かに、遠すぎるよね、ここまでは。もうちょっとだ。もうちょっとで6500人になる。やりました。大きな町になった。これで大学も作れるし、なぜゴミ焼却場を作れる。そこでゴミ焼却場にチェンジして、焼却場をして、この搬出を始めるってことだな。220円まだまだだ。これはまだ 17% 使用だよな。でももういらんよね。
ここそうなってんのか。ならば、あ、ここなんでここなんだ。こうだよな。こっちはこうじゃなくて、こうなるじゃないの。ちょっと交通量は増えてきたけどな、でもまだまだだよな。車の量は多いとは言えない。あとこれね、地下鉄が運行できるようになったので、次回は、地下鉄を運行したいと思います。バスはどうする、バスの路線の見直しも早いことやった方がいいと思う。あと、この高密度区画に変えられるんで、なんでやろう、こういうとこを中心に高密度に変えていくべきだと思うんで、高密度に変えていこう。ここは搬出開始。水はちょっと足りなくなってきてんな。電力はまだ大丈夫なんで、給水塔だけ1個増設して、給水塔って多分無制限に使えるはずだから、ただ黒字率だよな。まあ問題は
まあ今満杯になってるけど、ここかどっちかが終わったら、なかなかできれないけど、まあいっぱいいっぱいだからな、出しきれないな。いつでもしてくれるんだな。まあここまでにしたいと思います。3時間もやってしまったからな、結局。はい、見ていただいてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、動画の高評価お願いいたします。チャット欄にアドレス、載している YouTube、Twitch、旧 TwitterX、ぜひアカウントのフォロー、チャンネル登録、いいねお願いいたします。ということで、シティーズスカイライン、お送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。